ということでね、今日もタバコね、目の前で吸ってポイ捨てしてる人には注意していこうかなと。はい、すいません、これ中が喫煙所なんで外側禁煙なんで申し訳ないです。え、なんすか、関係ねえだろ。え、何が関係ないですか。じゃあお前来い、行きましょう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 。え、ないないない、どうしたの。まあ、来るな、来るな。いやいやいや、金も返してもらっていいですか。大丈夫、大人の話してるから。ちょっとどうすんの、警察呼んだ方がよくない、チャレンなんないって。そう、うわうわ、どうすんの。ブーさんのマイク今どんな感じ。入ってます、一応入ってる、はい、今どんな感じなの、音声。俺ビデオ回してるからさ、俺から手出すわけにいかねえんだよ。え、なんでさ、そうやるっつってさ、いないじゃん、ちゃんと。お前がやるっつったんだろ、お前は来いよっつったんだろ。何を一瞬で終わるっつって。え、一瞬で終わるっつって言ったんだろ、お前が。いや、お前が終わらせられるんだろ。あそこにいるの。入ってねえよ。なんでさ、俺だけ殴るとか嫌じゃん。いや、返すよ、それはもちろん返してやるよ。とことんやるってことね。いいよ、よし、はい。だからここやめよ。なんで。だから俺ね、いや一瞬で終わるじゃん、こんなところで。俺一瞬で終わらすって思ってた。え、何、え、もしかして喧嘩長時間やるタイプ。いや、やらないよ。相手によるよね。あ、そうで、はい、どうぞ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 。相手によるでしょ。あ、どうぞ、構えてるから。どういう状況ですか。本当にやるんだったらさ、ちゃんとさ、人になることちゃんとやろう。渋谷のどこに人がいないとこある。クソガキてめえ、こう舐めやがってよ。いくつ、いくつ、いくつ関係ある。いや、クソガキって言うから。いや、これちょっとバレたら、36で喧嘩しちゃうの。バレたらやばいっすよ。お前が言ってくるからさ。いや、お前が来いよっつったんだよな。あ、てめえみたいなバカとちげえから、こっちは36歳で喧嘩しちゃうやつがバカじゃないんだ。へえー、すごいね。お前よりちゃんとしてるから。何してんの、仕事。言わねえよ。言えねえじゃん、言えねえじゃん。すごいね、カメラ回してるような仕事してるやつが。あ、俺本職別なんで、これノーギャラなんで俺。あ、そうなの、うん、何やってんの、本職。教えません。だってお前教えなかったよね。あ、言ってやるよ。あ、不動産やってるよ。え、不動産屋の何これ。不動産屋の何なんだ。へえ、お前もやってんの、なんか経営してんの。経営してます。残念ながら。いいから来いよ。僕もされるんだよ。いや、ここでいいじゃん、つってんじゃん。ビビってんじゃねえ。もうや、来いよ。いや、もうマジ本当やばいって、これ。お前がやるよ、まず。お前めっちゃビビってんじゃん。お前やるか。今俺よか。俺こんなやつだじゃん、今。いや、不動産屋だよ。しょうもねえわ、お前。相手になんねえわ。何それ。これで一回一回ね。いや、もうちょ、本当に手出したらやばいって、やばいです。マジで。マジで、ちょっとほんまにやばいです。押さえてください、マジで。ほんとやばいっすって、お互い。じゃあ来いよ。そのメガネ持っといて。いやいやいや、わかんないでしょ。どこ行くの、だから。ちょっと待ってて、ほんとに。あと5分、あと5分、あと5分で片付ける。いいから、マジで捕まるって。ちょ、あの2人ほんとに言ってんの。もうやめよ。はい、ほんとに大丈夫です。はい、ほんますか。本当に大丈夫、はい、警察沙汰なんじゃなんないですか。あ、だからなんない、なんない、もう森本さんのことだからならないね。ほんますか。はい、どうぞかかってきてください。いや、だからちゃんとやってきて。お前しょうもねえわ、こいつ、はい、相手になんない、周りビビったり。だってさ、大人じゃん、周りビビるでしょ。大人じゃん、お前。大人が喧嘩売ってこねえんだ。口だけのやつ相手にする気ねえよ。だから分かったから。で、お前早くいいから。いいから、そんなもんだったらいいじゃん、来る。はい、終わり、終わり。しょうもねえ、かっこつけてないからいいじゃん。もう行こう。なんやこいつ。うん、帰れよ、お前。ブーさん、忘れ物ないんすか。ないっす、ないっす。どうなったんすか。いや、すいません。いや、すいませんじゃない。申し訳ないっす。いや、ブーさん、すいませんじゃないよ。すいません。どうすんすか。はい。え、何、何、誰か他のやつに構ってもらえよ。ちょっと僕も手つけられなかったんで。行こう。申し訳ないっす。すいません。マジで。何、なんかまだ弱んの。てめえがいい。お前ここまで来てよ、ここまで。意味わかんねえ、あそこは禁煙ですっていうことが意味わかんねえことなのか、おい。言っていい、お宅があるんだよ、これ持ってて、はいはいはい、いいですか。いや、ちょっと大丈夫です。はい、いや、ちょっとこれはもう、はい、いや、これ武器になんないから。いやいやいや、ちょっと、はい、なんだ。お宅がね、はいはいはい、一瞬貸して、大丈夫です。はいはいはい、わかりました。あ、こうやって放棄で、放棄で、ね、こうやってね、こうやってね、あ、ここで禁煙だよって禁煙だよって。録画残ってるけど、ここ禁煙だよなんて俺ほうきあげてねえけど。ほうきじゃない、録、俺こっち持ってねえけど、今日一回も。じゃあ勘違い。そうですね、持ってはないですね、これは、はい、じゃあ多分勘違い。ああ、はいはい。いや、勘違いで俺キレられたの。いや、ちげえけど、まああそこで俺だって言われる筋合いもないし。あるよ、禁煙だって言い方。おめえ悪いことやってて怒られんの当たり前だろ、お前。お前、おい、はい、今撮って。おい、触んなよ。人のもの、人のもの、そう。加藤隆いましたよ、喧嘩してる間ね。まあでも警察沙汰ならんでよかった。とりあえずちょっと一悶着ありましたけども、あっちの方はどうなってますかね。帰ってきましたけども。めっちゃゴミだらけじゃん。すごいね。
お、もうちらほら、ちょっと仕切り直しですよ。はい、コリコリさん、得意の英語を駆使して注意してください。わかりました。得意の英語を。ソーリーソーリー、ノースモーキング、ノースモーキング。あ、日本語わかります。すいません、ごめんなさい、ソーリーソーリー。あ、ごめんなさいごめんなさい。よし、まあちょっとね、今回、プーさんの警官が切れちゃいましたけども、はい、申し訳ないです、マジで本当すいません。一つ言わせていただきたいのは、はいはい、同じ喫煙者としてやっぱり変なところで知ってマナーの悪いことやられてたら、マナー守ってる俺らまで同じように見られちゃうんで、やっぱコメント欄見てもそうっすよ、やっぱヤニカスはって言われちゃうんすよ。悪いことして注意されて、はい、言い方が悪いだのなんだのって言ってるやつも、はい、正直気に食わないし、はい、言われたくねえんじゃそもそも悪いことすんなって話なんで、はい、まあそうっすね、はい、いやでも今日みたいなドキュメンタリーあるんすね。あー、すいませんすいません、ここ禁煙なんで。女性も吸ってます。どうでもいい、もうキラキラと光る空、願いさえも叶いそう、一杯な私今変えてください。今日もね、一日どんだけの量がありました、まあ、これ分別がえぐいね。結局分別がめんどくさいんですよね。まあ、ということで、はい、まだやります。今回はちょっと過激な動画になってしまって申し訳ない。